おそらく何かしら映っているとは思います。おおお、来ましたね。どうなってるんだ。マブッチのワチシーン、クイックターン。やっぱりこいつが倒してたんですね。残り2ワチシーン。おお、左下に何がいますね。踏んだ。左下にいるってことは、多分下に降りていったんだから上から来てるはずですね。それを今度狙いましょうか。で、最後の部屋は、ああ、いた!難しい。では、ちょっとまぶちを。空中2回転。ターン、クイックターン。はあ、わからない。あ、そうそうそう。違う。前回、わからなかったって言ってた、このタイディリアムですね。もうタイディリアムは、スターウォーズの戦闘機の名前がタイディリアムでした。で、パッカーは調べたら、バックパッカーギターっていう、マーチン社製のギターがありました。形も似てたんで、多分それが元やと思います。それだけです。では、もう一度。何号室だったっけ ?205 号室。の、7時に、さっきチラッとだけ見えてたやつを取りに行きます。おそらく上から、こう来てたんで、この辺から、上から多分降りてくるんじゃないですかね。このパイプを伝ってとかで。というわけで、ネズミが通った後にこの辺をこう、バシ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 っと、行きたいと思います。さあ、カモン、ネズミちゃん。あまり上にしとくと怖いな。この辺から。来ました。あ、遅かったか。もうちょっと早くしないとダメなのかな。とりあえず、今のは、それで OK ということで。ではさっき、ちょっとチラッと見えていた。ここに行きたいと思います。この辺にいましたね。どこから出てくるんでしょうね。とりあえずこの辺を、ここで多分こいつがチラッと横見るんですよね。これで多分ここにいると思うんですけど、よし、多分取れたでしょ。というわけで、今日はこう、テンポよく違う部屋に。103号室行ってないのか。とりあえず10じゃないや、202号室、次の時間行きます。よし。絵描きさんはどっかに出かけていったんで、宇宙人もいなくなってますね。ちょっと待機します。天体望遠鏡。
さあ、何も起こらないかな。来ましたね。あ、これは確実に見てますね。よし、これで帰ります。よいしょ。あ、失敗した。最後までいればよかったかな。ではでは、よいしょ。さあどうでしょう。おお、そんなとこに棒あったっけ。あれ、てっきりパイプを降りてきてるんだと思ったんですけど。はい、ニューフェイス発見。メグミーのバッチシーン、メグミーのバッチシーン。棒を滑って出動、棒を滑って出動ですか。あのとこ棒ありましたっけ。見えない。あ、いた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 、いました、いました。え、何、え、なんでそんな点々点々してんの。めっちゃこう顎をさすってる。まず顎をさすってる。この宇宙人はおそらく大魔王の乗組員です。あ、乗客ではなく乗組員です。今回の任務は乗客のレスキューです。よってこの乗組員はレスキューできません。え、なんで、助けてやるよ。あ、こいつが天体望遠鏡で見てたんですね。え、助けてやれよ、かわいそうじゃねえか。え、助けてあげないの。え、放置ですか。またね。それぐらいいいじゃん。サービス、サービス。お、ボスからの連絡が来てますね。軽く無視はしない。おお、いい身分だな。いや、入ってないぞ。マザーから報告があったよ。乗組員が見つかったようだね。いやー、よかった。実は私も心配していたんだ。マザーに乗組員レスキューをインプットしておいた。55人のレスキュー。じゃ、まだ乗組員があと5人いるってことですか。で、あと5人じゃないや、あと4人。ん？ん？あ、助けてあげれた。よかったよかった。お、助かった。コスモバスの乗組員として、墜落事故の覚悟はできているつもりでしたが、いや、あんまり墜落事故の覚悟って、まあ、しとかなきゃ危ないかもしれんけど、助けが来るまでは正直不安でした。でも僕はこれからも空の男として生きていくでしょう。かっこいい。やっぱり宇宙が好きだから、かっこいい。こいつかっこいい。201号室に増えましたね。はい、あれ、ちょっとこっちまだを見ていきます。めぐみ、棒を滑って出動、消えろ、消火確認。あ、消防士、消防士か。ではで、めぐみと、めぐみで、めぐみ、消防士。なるほど。ああ、なるほど、そういうことか。棒を滑って出動っていうのが、ちょっと、すぐ思い浮かぶのが、どうしよう、僕の中では、ゴーストバスターズの印象が強いから。ゴーストバスターズ。消防士ね。オッケー。マブッチは、わかりません。では。やっと新しいゾーンに向かいたいと思います。そうですね。ではまだ行ったことない103号室に行きたいと思います。レッツゴー。こう、今回は